これが全て同時にドーン。10月17日の午前10時過ぎ、ヨウツベこと YouTube が全世界レベルでシステムダウンを起こしました。ネット上には YouTube が見れねえという魂の叫びがこだましておりました。実際テレビを見ない方というのは増えていて、その代わりに YouTube を見ている。ところがその YouTube が見られなくなった。その点この宮脇チャンネルは現在ニコニコ動画、ニコニコ動画の皆さん見てますか？そしてフレッシュライブ、フレッシュライブの人見てますか？ FC2 動画の皆さん見てますか？FC2 動画から請求来ても大体詐欺なんで信じないでください。 FC2 動画からアダルトコンテンツ見たから金払えってメールが来ても多分ほぼ 100% 詐欺です。騙されちゃダメ。 YouTube に話を戻しますと、どうやら世界規模で止まっていた模様。私はちょうどメルマガの編集をしていて、11時ぐらいに原稿が上がった。で、私のメルマガにはこの1週間分の動画の案内を載っけているんで、どれどれヨウツベに行って URL をコピペするかと尋ねてみると、私の動画が見られない。ああ、またバーンされたのかなと。ところが管理画面には行けたんですね。で、おかしいなと他の動画を見てみると、他の方の動画も見られない。真相深いトラノモンニュースも見られない。こちら側の動画も一応見に行っても見られない。そこでツイッターを見てみると、見られねえと阿鼻叫喚。直後にネットニュースになっていました。結局11時20分ぐらいには大体復旧していましたが、ここまでの大トラブルというのはほぼほぼ初めてじゃないかなという気がします。原因については YouTube なり、YouTube を運営する Google が発表するまで明らかになりませんが、以前 YouTube の説明でこういう概念図をご紹介しました。 YouTube の動画はいろんな経路をたどってユーザーの元に届く。実際にはこんな単純ではなく、 YouTube 自身も複数のサーバーから発信している。これは今回のサーバートラブル、今回の配信停止並びに私のバーン騒動のいくつかの状況証拠から確認されています。これもシンプルな話なんですが、ざっくりと言うとこんなような感じ。 YouTube の画面を表示するこのサイトの情報を出すだけのサーバー、広告だけを出すサーバー、個人情報だけを出すサーバー、そして動画の再生だけを担当しているサーバーなどに分かれていると見られます。動画の再生のところだけ500って出て、インターナルサーバーエラーとか出ている。この500のエラーっていうのは、プログラム的なエラーの時もあれば、サーバー自身に問題がある時も表示されるエラーです。YouTube の全てがいかれていれば、全く表示されないはずなんですが、画面の枠組みや案内なんかは表示されている。そして動画の管理画面は表示されていた。そして、ざっくりと言うと、動画を再生するところだけが、落ちていた。中には、500番のエラーだけではなく503エラーも出ていたとのこと。503のエラーというのはサーバーレベルでアクセスが集中するとピッとピッと、制限をかけているということなんで、順次復旧させていく過程で復旧したサーバーにアクセスが集中してピッとピッとやったのかなと思われます。単純化するためにこの4つに分類しましたが、私がされた時、管理者だけがアクセスできる画面でも一つ一つ機能が使えなくなっていく。なんでサーバーはもっと細分化されていると思われます。なんで動画を再生するサーバーにおいても同じことが言えるはずなのですが、これが全て同時にドーン。繰り返しになりますが、原因は YouTube なり Google が発表するまでは分かりません。発表しないかもしれません。というのは、具体的に何々のどこどこがどうこうしたって分かると、目端の効いたハッカーというかクラッカーというか、あれですね、あれ、工作員、マジモンのサイバー工作員だったら断片的な情報からでもアタックをかけることができる。一方でこれがマジモンの工作員である可能性も否定しきれない。10月10日のアメリカ上院国土保障委員会で、ニールセンアメリカ国土安全保障長官とレイアメリカ連邦捜査局、このお二人が中国の
アメリカ大統領選挙への関与は事実である、事実であると証言しております。そしてこれは我が日本国以外ではもはや常識になっておりますが、サイバー空間は世界各国のプロパガンダの場になっている、扇動洗脳のツールになっている、つまり主戦場になっているのです。するとそうした事実から考えるに、今回の YouTube 大規模ダウンというのは工作員、さらに工作員絡みで言えば Facebook の個人情報が大量に流出したり、 Google プラス、まあ、グータスの個人情報も流出したり、サイバー空間はいよいよどんどんきな臭くなっております。くれぐれもご注意ください。まあ、いずれにしろ YouTube とて無敵ではないということが分かった今回、ニコニコ動画の皆さん見てますか、フレッシュライブの皆さん見てますか、そして FC2 動画の皆さん、アダルトの合間にすいませんでした。ともかく北海道胆振地震で電気が落ちたことによってテレビが見られなくなった。まあ、今時ねテレビだけ見てると死んじゃうよーんの時代なんですが、同じくネットも一つのサービスだけに頼っていると、それが落ちた時、あるいはバーンされちゃった時に情報を得ることができなくなる、正しい情報を得ることができなくなってしまいます。というわけでネットから情報を得る時も可能な限り複数の情報源を持っておく、情報チャンネルを持っていくことが大切だなと改めて思う YouTube 大規模ドーンな今日この頃でございました。ご視聴いただきありがとうございます。またの機会もお付き合いいただければ幸いです。今回も最後にワンコのコーナーでお別れです。第一、よしよし、安倍晋三完全勝利説というものが、赤が勝ち、ヤクザが撃って赤が入る、あの病気だってあなたに会えたから。